てなしですね。その心を忘れずに、私前職も接客業をやってたんですけど、本当にお客様のために何ができるのか、おもてなしの心を持って接客するように心がけています。お客様のためにもう全力を尽くすのみですね。絶対手は抜かないので。生まれが横須賀でして、横須賀の三浦半島だったので、もう学校が終わると沼とか川とか、もしくは海とか、この辺の三浦海岸とか岬とか。今は僕の趣味は猫ですかね。もう猫のためだけに生きてるようなものになってまして、品種はスコティッシュフォールドで男の子です。で今5歳ぐらいで、もう帰るのが楽しみで楽しみでしょうがなくて、この仕事なので帰るのが遅い時にはもう心配で心配で、家の中の画像を見れるような設定があるんですけど、それで頻繁に携帯で見てますね。可愛いです。めちゃくちゃ可愛いです。ぜひ私に家探しをご相談ください。よろしくお願いします。